はい、冷却とトラブル改善プロの杉山です。こんにちは。はい、今日はですね、冷却灯が冷えない、原因についてお話をしたいと思います。まだまだですね、まあ、夏場ちょっと超えて、もう秋なんですけど、まあ、昼間ですね、まだかなり温度が高いと。で、冷却灯がやはりこう冷えづらいということで、まあ、それでお困りのですね、方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。ですね、冷却灯がですね、まず冷えなくなる要因としましては、冷却灯っていうのは冷却灯の上から水を降らせて、そして冷却灯に風を吹き込んでですね、そして水を冷やしてます。で、その重要なパーツとしてですね、充填剤がありまして、冷却灯の中で水をですね、こうまんべんなくこう広げる役割があるんですけど、ここが目詰まりを起こすと風の通りが悪くなって、水温がですね下がらなくなります。それと今度冷却灯の上の方に上がってもらうとですね、まあ、角型のタイプなんですけど、上の方に散水槽といってですね、水を冷却灯の中にシャワー状にこう降らせる部分があるんですけど、ここの散水の穴が目詰まりしていると。これはスケールのクズが詰まったり、あと藻とか雑菌が繁殖をして、それがスライム状になってですね、そこの散水槽を詰まらせているということがございます。で、そうすると冷却灯の中に水がきれいにこう散水されずに、水が冷えなくなるということが起きます。それとですね、あと冷却灯からポンプで設備の方に水を送って、そして戻ってくると。で、この循環の量が、まあ、循環量というか循環のスピードが遅くなったり、水の量が少なくなると水温がどんどん上がってくると。で、これは何が原因かというと、配管の途中のストレーナ、これがですね、よく詰まったり、それとか配管自体にスケールがついて、もう配管が細くなっている。そうすると水が通らなくて、循環水量が低下している。で、この循環水量が低下をすると設備をですね、やはり冷やせなくなります。設備をどんどん効率よく冷やそうと思ったら、大量の水でいっぱいですね流してやると。しかし水が少ししか流れないと、そこの水自体がもうどんどん水温が上がってしまって、冷却水の水温がですね上昇していくと。なので水をどんどん流してやる、これもですねすごく冷却効率を上げるためには必要なんですね。はい、これですね、すべて、あとですね、冷却灯には冷却灯ってこうずっと風をこう吸い込んでですね、水を冷やしてるんですけど、外気からのホコリとかがですね、どんどん冷却灯の中に入って、今度それがですね、冷却灯の中や配管の中にどんどんこう溜まってくると。この外気から吸い込んできた塵やホコリは冷却水の中に入ると今度抜け出すことができないんですね。なので配管の中とか冷却灯の中にずっと堆積されていきますんで、これ定期的にやはり水を入れ替えたりとか、中を洗浄するとか、冷却灯をきれいに洗うとかですね、こういうことをしないとどん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 お出が溜まって、で、今度それがいろんなところを詰まらせる原因となります。なので定期的な清掃と水質をきっちりこう管理すればですね、今お話しした項目はですね、全て実は改善することができます。水の管理が冷却灯っていうのはすごく重要です。なのでそういった汚れた水を使うことによって設備トラブルが頻繁に起こるようになりますので、やはりそこは日頃からチェックして水質がいい状態が保てているのか、こういったことをですね念頭に管理をですねされるといいんじゃないかなというふうに思います。
はい、私どもはですね、もう本当もう毎日のように冷却灯に携わってますんで、いろんなですね、トラブルの現象、それとかですね、水のこう変な予兆とかですね、そういうのもこういろいろこう見極める力を持っておりますんで、ぜひお困りの方いらっしゃったらですね、お声かけいただければ、必ず設備のですね、安定稼働につながるようなご提案をさせていただきますんで、どうぞよろしくお願いいたします。はい、本日は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。